俺の連覇反証兵、そんなもので破れはしないぞ。うるせえ。マシティ、ユースケだけに使える容器と霊気の混合弾だ。なんて野郎だ。頭の中が真っ白になって気持ちよかったぞ。言ったろ、病みつきになるってよ。なんと信じられません。両者ともに健在です。ほんじゃ続きていくか。
そろそろ決着がつきそうだな。今のユウスケじゃもともと勝ち目はない。だがあいつは諦めてないようだぜ。ヨミも力を抜くつもりはないな。上等だ。何があいつをそうさせるんだ。ユウスケは何も考えていない。ただ一つあいつの頭にあるとすれば。なんだそれは。決まってない。てめえをぶちのめすことだけよ。ユウスケ間違えるな。お前は一人じゃない。誰のために強くなり誰のために戦うのか。ユウスケ、プロミシー、プロミシー、プロミシー、ユウスケ、ほらユウスケ、ユウスケ、あれは潜水の成功機。いや違う、また別の機だ。貴様は。お、すげえ、すげえぞユウスケ。俺も君といつまでも戦っていたい。そんな気になってきた。だがどんな祭りもいつか終わりが来る。その通り。ラーッ、来い恨めし。ああ、くわなんて人だ。新たましたね。おい、ここは。よー、恨めし。どうだ、大丈夫か。あ、おめえだ。
やっと目覚ましたか。なんだ、どうしたんだ俺は。ゆうすけ、おめえ負けたんだべ。それから1週間眠り続けてたんだ。負けた、そうか。相打ちかと思ったが、読みは踏みとどまった。修羅の声援に後押しされるようにな。パパ！そうか。でもすげえ戦いだったぞ。それから大会は最高に盛り上がったからな。俺は燃えたぜ。そうだ、大会はどうなった。今準決勝くらいが。いや、大会は終わったよ。な、何？さまざまな戦い、数々の名勝負が繰り広げられましたが、今魔界はトーナメント優勝者炎騎殿の王位を認め、その栄光を称えようと思います。ヨミはどうなったの。次の4回戦で負けた。ヨミが。気の流れや聴覚で戦うのはすごい集中力と体力がいるらしい。君とあれだけの試合をしたんだ、仕方ない。ムクロは。夏目には勝ったが、準決勝であいつに負けた。さまざまな組み合わせの妙によってわしはここに立ってます。完全な実力だとは思ってません。しかし巡り合わせも実力のうちと割り切って3年間チャンピオンとして君臨させていただきます。3人、3年後にまたこの大会を開くってか。よし、今度は俺も出るぞ。バーカ、お前じゃ予選落ちがいいとこだ。やめてよ、そういう言い方。誰が勝っても何があっても勝った奴に従うというこの大会のルールにのっとって、その3年間でわしが決める基本的な法律は一つです。それは人間界に迷惑をかけないこと。おい、具体的にはまだ決まっておらんが、まあお互いに波数を立てねえでやっていこうということで、詳しくはこれから委員会でも設けて1週間以内に法案をまとめて交付しますので、よろしく。ヨミの姿が見えねえな。やつは旅に出たよ。旅？ああ、4回戦で負けてすぐにね。行くのか。ああ、修羅を恨めしよりも強くするためにはしばらく修行の旅に出た方がいいと思ってた。へっ、あんなやつ大したことないよ。パパよりも絶対強くなってやる。もちろんクラマ、お前よりもな。それは楽しみだな。恨めしが目覚めたら伝えてくれるぞ。お前との戦いはとても楽しかった。あんなに完全燃焼したことはなかったと。それともう一度戦えば今度はどうなるかわからんとな。分かった。クラマ、お前に会えてよかった。ねえ、それじゃあまあそんなことで私の挨拶を終わらせていただきます。それじゃあ、ユウスケ、3年後にまた会うべ。おう、この魔界で修行して今度こそ絶対に勝つ。お前そればっかりだな。まさかこんな和やかな大会になるとはな。しかし面白かったよ。クラマ、お前はどうするんだ。帰るよ、人間界に。そうか。じゃあな。ユウスケ、だよ。元気でな。あいつはどうした。少し寄り道して帰るそうだ。お前も戻るんだろ。ああ、まっすぐにね。
これは…いえ、君の気持ちは嬉しいが、これは受け取れない。あ、俺にはそういう趣味はない。誰が貴様にやると言った？冗談ですよ。ユキナちゃんに返せばいいんでしょ。そうだ。ついでに、お前の兄貴は死んでいたとな。なぜ自分で返さないんだ？俺は魔界に残る。くだらん兄探しにケリをつけてやれ。それならなおさら自分で返した方がいい。何年かかっても。ふっ、融通の利かんやつだ。みんな戻っていったようだな。一年足らずで魔界三大勢力にのし上がったと思ったら、魔界全土を巻き込んでの魔界大戦、やることが派手だな。あんま褒めんなよ、照れるぜ。褒めとらせんわ。魔界、霊界、人間界をひっくるめての大戦争になるかもしれなかったのだぞ。しかし3年間だがルールができた。魔界もこれから変わっていくんだろうな。ユースケ、お前のやろうとしたことは。待てよ、俺は何も考えちゃいねえよ。面倒なことは考えらんねえからよ。怠慢って方法が一番手っ取り早かっただけさ。星の数ほど喧嘩してきて、中には後味の悪いのもあったけどな。やられっぱなしだけどよ、やつとやってるとワクワクしてくるんで。あのバカみてえに喧嘩でしか分かり合えねえやつもいる。てめえ、人のこと言えるかこのスダコが。喧嘩して分かり合えるんだ。今は小さな小石の波紋に過ぎんが、いつか三つの世界が一つになる日が来るかもしれんな。どちらにしてもお前はクビだ。そうか、だいぶ前からクビだろうが。しばらく会うこともあるまいな。ああ、元気だな。じゃあ、俺いろいろ用あっからよ。ああ。おめえ、やっぱそっちの方が似合ってるぜ。またもな。たく、どこまでも明るいやつだな。それがユウスケのいいところですもんね。そうだな。一つの戦いは終わった。だが、人は生きている限り何かと戦い続けなければならない。そしてその戦いを自ら放棄することはできない。ジョルジュ、真面目な顔して何言っとるんだ。ナレーションです。よう、息子。終わったぜ、親父。俺は簡単に負けちまったけどな。勝つつもりだったのかよ。300年早えぜ。で、これからどうするんだ？もちろん決まってるじゃねえか。再戦に向けて特訓だ。旅にでも出るつもりか？旅？旅か。いいね、それも。魔界は広い、とてつもなく広い。でもよ、とりあえず帰るわ。約束なんでな。じゃあな。おい、また来るよ。ユウスケさん、悪いな。今俺も自分自身のことで精一杯だよ。でもよ、そのうち顔出すよ、多分。わかりました。我々もその日を楽しみに日々精進してまいります。では。ああ、ごめん。幾多の思い出を胸に、それぞれは
自分の道を見つけ進み出した。そして、ユウスケは